道の区国、陸奥国は、かつて存在した、両政国の一つ、東山道に属する。明治維新後、で和国と共に分割された後の道の区国については、道の区国、1869を参照。当初は、道奥、道の奥と呼ばれ、平安時代まで、道の区、道の区とも呼ばれた。その後は、道の区、陸奥と呼ばれた。機内から見て参道。 後の東山道と街道、後の東海道の奥に位置し、中央政権に新規に服従した地域を同国に含めていったため、時期によって範囲は変遷する。明治元年12月7日、西暦1869年1月19日に広国に分割され、その一つとして、青森県と岩手県に古軍にかけての地域に新たに、道の区国、陸王の国、 六つの国が置かれた。古事記には、道奥とあり、日本書紀は、道の句が多いが古い時代に、道奥も見られ、共に、道奥を、道の奥と訓じる。和名書は、道の句を、道の奥とする。道は、古い時代には、国と同義に使われており、道奥の語源は、都から見て、遠い奥にある国の意である。道を、陸に変えた積極的理由はわからないが、 日立国の場合と同じく陸道の意で当てたものであろう。平安時代の和歌で道の句は道の句として読まれていた。道の句は道の奥がなまって縮まったものである。道の句が仏に変わった事情には江戸時代から二節ある。一つは陸が六の大技として用いられることを踏まえて陸を六と書き、それに国読みを当てて仏にしたというもので元折の李が 古事記伝で唱えた。陸州は古代、中世によく使われた略し方で、六億国、六億守る、六国という書き方も平安時代にはあった。もう一つは、道の国が道の国になり、仏の国に転化したという説で、安田光則、新鮮道の国風土記にある。道の国は、伊勢物語などに見える。はじめ道奥、道の奥といい、日立国風土記には、 高徳天皇在位の末年、654年に足柄峠の東方に日立国をはじめ八国を置いたとの記述があり、この八国の中に道奥が含まれると返されてい、現在の東北地方の内徐々に立領国家日本に編入された地域、すなわち宮城県松島以南までの広大な領域を暫定的に含む辺境の大国であった。 日立国から分離される形で成立し、以後、平安時代まで道の区と呼ばれた。7世紀の設置時の範囲は、およそ現在の宮城県の中南部、山形県の内陸部、福島県のほぼ全域、茨城県の北西部に相当し、内陸盆地のみならず、阿武熊高地伊東に位置する太平洋沿岸である福島県浜通り、旧岩全県や宮城県沿岸部も含まれていた。 6世紀の道の区の国の宮津湖は、道よく菊田、後の菊田軍に相当、岩木、岩木軍、染は、しめよ軍、浮田、歌軍、重尾,尾、日里の誤り、白川、白川軍岩瀬、岩瀬軍、浅久、浅香軍、のぶ軍、これ久、幾軍,軍の重国像である、国像本義。高徳町の後半に、第二次の使者が派遣されて、 国造制が氷制へと変わり、道奥国、道の奥国が設けられた。和道五年、712年に、埼上川流域の最上郡、最上地方及び、村山地方と大間郡、大間地方を、越後国から分割されて新たに成立した、出和国、現在の省内地方に譲ったため、道の奥国は常日の宮城県域と福島県域と、茨城県域になった。 養老二年、七百十八年に、道の区国は、道の区国、岩木国、岩瀬国の三つに分割された。この分割により、阿武熊川下流の北岸から、宮城県、中部まで、伊具勝田郡、岩沼北の狭い範囲だけが、道の区国なった。阿武熊川下流の南岸以南の太平洋沿岸、菊田から渡りまで、は、岩木国、 伊達郡以南の阿武隈川流域盆地郡、現在の福島県中通りと藍津盆地郡で岩瀬国とした。岩瀬国は分立する際に、北地国から菊田郡を編入した。しかし、養老四年、720年以降人気元年、724年以前の五日の時点で、これら三国は、道の区国に再編入された。菊田郡はそのまま道の国に属した。 エミシの領域に接する道の区国には、道の区、出羽両国を統括する道の区アゼチが置かれた。道の区国府には、鎮守府が置かれ、他国から送られた鎮兵の統括を任務とし、鎮守将軍、後に鎮守府将軍が両国を軍事的に統括した。大道三年、八百八年以前には、道の区、出羽アゼチ、鎮守将軍とも、ムツマモルが兼任することが多かった。 延暦十一年、八百二年に伊沢城が造営されると、鎮守府はここに移された。この五鎮官が国師と別に任じられるようになり、伊沢城の城市に鎮官を当てた。国府多賀城は伊沢城鎮守府を後方から守る役割になった。道の区国は江戸との戦争を経て、次第に領域を北に拡大し、最終的に突出して面積の大きな国になった。 半都の拡大には城策を設置する政策が取られた。689年、自当3年に、浮田無表の策、後では国大板間百724年、仁紀元に、多賀城、宮城県多賀城市、737年、天平9年に、玉造り策、宮城県大崎市、富沢遺跡家、同年に日田作、宮城県大崎市、大峰八幡遺跡、同年大鹿作、 宮城県東松島市、赤井遺跡家、同年鹿正百759年、天平法治3年に、物右上城、宮城県石巻市、767年、神保慶雲元に、石城、宮城県栗原市、780年、宝期11年に、佐藤市、城平と芸王城、溝江家、804年、延暦23年に、中山作、織田軍、802年、 延暦21年に、伊沢城、岩手県欧州市、803年、延暦22年に、芝城、岩手県森岡市、812年、公認3年に、特丹城、岩手県矢幡町、遺跡として7世紀中頃の氷山遺跡、宮城県仙台市、8世紀前半の城製作遺跡、宮城県上町の15作が作られた。 和明類受賞によるとの面積は、五万千四百四十兆3単十九歩。演技式による、祖等、祖の税収は百五十八万二千七百十五束。都への更新物は昆布、寄り昆布、作昆布、再昆布、高昆布、薬草として、肝臓、旗に皮、大王、石穀、人参、武士、イノシシ油、筆、霊羊の角。益雑物には、 鹿の川、毒、落語、または、犬の皮砂金、昆布、作昆布、再昆布があった。また、特産物の金、名馬、毛皮、羽は、との貴族に沈徴された。道の区国南西部、後の岩城国の合図地方では、八百七年、大道二年年創券の伝承を持つ、江日寺が強大な勢力を持ち、十一世紀から十二世紀に最盛期を迎えて、 道の区国から北陸地方北部まで影響力を持つ。平安時代後期になって中央からの統制が、主観すると、不襲の長安倍氏が道の区の北部、現在の岩手県、青森県、奥六分から下北半島、さらに十三港からの大陸交易に至る多大な権益に力を持つようになった。安倍氏は国史に従わず、全九年の役で戦って滅亡した。 この時、出羽国から参戦した清原氏が、道の区、出羽両国で誠意を持ったが、五三年の役で滅亡した。これに代わって、平泉を本拠地とする欧州藤原氏が、道の区、出羽の支配者になった。彼らはいずれも道の区、出羽の地元で力を伸ばした一族で、都から派遣された国氏が統治するという律令制の大原則を食し、欧州藤原氏に至って、 自治的領域を築くようになった。欧州藤原市の勢力圏は、道の区国全域に及び、現在の福島県中通りでは、忍佐藤氏が忍ぶ現在の福島市を、本拠地として、宮城県西部、山形県南部、中通り中部、後に、江日寺衰退後の合図を支配した。中通り南部は、前9年の役に従軍した後に、 石川軍に定住した姓は現氏の石川氏が統治した。また、浜通り南部は、官務兵士の岩木氏が統治していた。しかし、忍佐藤氏、石川氏、岩木氏のいずれも、平泉藤原氏に服属していた。欧州藤原氏は、後の陸中国域、岩手県にあたる平泉を本拠に、兵士政権の下でも、反独立の状態を維持した。 しかし1189年に、源の頼朝の攻撃を受けて滅亡した。なお、平安時代の道の区国及び、出和国は北東北領域で、境界不明瞭なことが多く、平安末期には、欧州藤原市の勢力範囲の秋田県領域、仙北三軍なども道の区国とみなされていたようである。羽国。 よりともは、道の区国に、関東の武士を自党として配置した。欧州土着の武士は衰退し、鎌倉以来の武士が、戦国時代まで、道の区国に割挙した。その中で、笠西清重家ら葛西氏が、下佐国笠西軍、現在の東京都葛飾区から石巻へ転入し、平泉の統治を任され、欧州総武行職に就任した。守護は置かれなかった。 この他にも、相馬市、足名市、石川市、和賀氏、熊谷市、南部市、工藤市、戸沢市などがあった。鎌倉時代後期には、安藤氏の乱が起きた。後醍醐天皇の剣武の新世紀には一時期、新能人国とされ、則長新能が道の区大使として赴任した。南北朝の総乱期においては、多賀城は南朝と北朝の係争地として、 北畑明信や明忠正や畠山国志らがそうた南朝勢力の駆逐後欧州官僚が4人並立する事態となるがばしがこの争いに勝利して大崎地方に勢力を払拭し大崎氏を名乗るようになるその後鎌倉久保足利氏三の支配下となるがこの足利三つ金の代となると笹川御所稲村御所を設置するも伊達政宗の反乱を招く また、欧州の在地領主が幕府と直接主従関係を結び、京都府地州と呼ばれる関係を築いた。鎌倉久保と室町幕府の関係悪化によって、幕府は欧州単内を置いた。当初、大崎氏が欧州単内を世襲していたが、南北朝の騒乱以降在地領主の権限が強く、その権威は名目的なもので、権威が及ぶ範囲も限られていた。 戦国時代になると、道の区国南部、現在の福島県北部の伊達市が台頭し、伊達種宗が道の区国守護を任ぜられ、大崎市が伊達市の勢力下に組み込まれるに至って、欧州丹大の地位も伊達市に奪われた。また、松島から気仙軍にかけての三陸沿岸は、石巻を本拠地とする火災市が統治していた。しかし、天正時代の欧州市沖により、 火災市は領土を没収され、旧火災市領は、伊達市の領土に編入された。さらに、現在の茨城県域は近代初めに実施された、大閤県地により、日立国に編入した。代表的な藩として、広崎藩、盛岡藩、仙台藩、中村藩、岩木平藩、日本松藩、白川藩、米沢藩、藍津藩など。これらのうち、高知伊藤、 北上高地伊藤、阿武熊高地伊藤の太平洋沿岸のみを領した藩は中村藩と岩木平藩のみである。内陸盆地のみの藩は藍津藩、米沢藩、白川藩や日本松藩などである。1869年1月19日、明治元年12月7日、母親戦争に負けた奥羽越列藩同盟諸藩に対する処分が行われた。同日、 道の区国とでは国は分割され、道の区国,国、陸津は、道の区国、陸奥、陸中国、陸中、陸前国、陸前、岩,代国岩城国、岩城国の五国に分割された。道の区国、陸奥は、現在の青森県に、岩手県西北の二個を加えた範囲となり、結果的に初期の道の区国、道の区から3 0 0トルも離れた土地を指すことになった。 道の区国、陸王の領域にあった藩は、下記の通りである。明治政府の地方支配体制は、その後の廃藩置県や賃代などによって実現されたため、明治元年の道の区国分割は、政治的にも地域権、文化権成立にもほとんど意味をなさなかった。ただし、分割後の国名は、鉄道の駅名や陸前高田市などの地名に利用されている。また、道の 陸中、陸前の三国を総称した三陸の故障は三陸海岸をはじめ現在も定着している。当初の国府は氷山遺跡と推定されており、名取郡にあったとされる。人気元年724年に宮城郡、だが現在の宮城県多賀城市に多賀城が建設されると同時に国府もここに移された。 遺跡調査からこの国府が10世紀に廃絶したことが分かっているが、文献資料からはその後も、多賀国府が鎌倉時代、南北朝時代に存在したことが分かっている。場所はやや西の岩切駅、現在の仙台市北東部付近に移ったと推測されている。過去には多賀城、多賀国府が岩切や岐阜にあったとする説もあり、 タガ城の位置が定まったのは明治に入ってからである。その後も、歌枕の竹熊の松から竹熊、現在の宮城県岩沼市に、国が一時期あったとする説や、現在の福島県に国府が置かれた時期もあったとする、推定もなされたが、いずれも発掘調査の進展により否定されている。氷山遺跡の時代の道の区国府の、府中の範囲は不明だが、タガ城やタガ国府の時代の、 府中の範囲は、おおよそわかっている。すなわち、府中の東西南北の境界には、東宮、西宮、南宮、北宮と呼ばれる神社が祀られており、これら4社が囲むエリアの内外に、国府、国府の役人やその家族及び家来や、商人などが住む町、寺院、神社、街道、河川、河川港、構図、開港などが集中し、道の区国の政治、 経済の中心地として、室町時代まで続いた。現在、東宮は七ヶ浜町に東宮神社として残り、南宮も多賀城市に南宮神社として残る。北宮は北宮神社、北宮として、陸町の春日神社の境内者として残る。西宮は、江戸時代に関川明神と呼ばれ、明治期に、 塩釜神社の別宮に行使されて芝彦神社となったが、文霊が関川神社として元の所在地にある八坂神社に境内者として戻った。四社いずれも塩釜神社の境外末社となっている。縁起式内社僧者、一宮以下。なお、他に、仏久二一宮を称する神社として、石戸と小脇神社、福島県石川郡石川町があり、 上記二社と同じくこちらも全国一の宮会に加盟している。李正党は未章。太平記に欧州五十四軍にあたかも日本藩国に及べりと言われ、以来道の区国といえば五十四軍と言われるが、実際には道の区国の軍数は時代によって変動しており、一定ではない。この五十四という軍数は平安末期から中世初頭にかけての状態を反映したものである。 以下のリストに54軍に含まれない軍は17軍あり、すべて数えると合わせて71軍となる。内閣統計局、編、早見通る、復刻版監修会来、国政調査前日本人口統計修正巻1、1992年、及び別館1、1993年、東洋書林。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。